はい、こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今日はですね、スポイトツールというものを使っていきたいんですけども、まあ、一眼レフとかスマホとかで画像を撮ると、この写真めっちゃ綺麗だな、なんかこの色って何色なんだろうって思うことってないですかね。で、そんな時にフォトショップ内で、ここの色が何色のなのか、っていうのを正確に、知るためのツールがあります。それがスポイトツールなんですけども、今回は、そのスポイトツールの使い方を説明していきたいと思います。はい、ではやっていきたいと思います。今回はですね、色を取りたい画像をこのようにフォトショップ内に表示させてください。で、この状態から始めたいんですけども、こちらの上から何番目ですかね、このスポイトの形をしたツールをクリックしていただいて、こちらのスポイトツールですね、こうするとこのマウスの形が標準みたいな形に変わるんですけども、この状態でクリックを押していただいて、このように絵の上をなぞると、ですね、まあこの画像内の対象も色が選ばれているのが分かるかと思います。で、例えばここの黄色の部分何色かなと思って選択して、ここの、部分でクリックを外してください。そうすると右側のこのカラーというところに、現在ここで選択したところの色が、選ばれているのが分かるかと思います。で、まあこれで、例えばこの後に、この色を使って、塗りつぶしをしたい場合は、ここの塗りつぶしツールを選択して、選択する、このように、ピックアップした色を色で塗りつぶすことが可能です。またこの色、ウェブサイトとかでこの色使いたいなというときは、こちらのカラーの、選択した色ですねの部分をクリックしていただくと、このようにカラーピッカーというものが立ち上がるんですが、ここに下にこのカラーコードというものが表示されます。で、これを使うことでウェブサイトでもこの色を、再現することができますので、ぜひ使ってみてください。今回は短かったんですが、以上となります。はい、いかがだったでしょうか。結構説明は簡単になりましたが、すごい便利なツールなんじゃないかなと思います。今後はですね、例えば皆さん VR とか、最近テレビで結構注目されてるんですけど、例えば、このゴーグルのようなものをかけると中で、まあ、映画の世界とかゲームの世界広がってるというようなものなんですが、おそらく今後、例えばこういうメガネとかにも、そういうチップのようなものが埋め込まれて、現実の世界のデータ化がされていくと思います。例えば歩いてる人のあの人の名前がメガネに出てきたりとかですね。で、そういった時に多分自然界の色、あの色は 何だろう と、思った時に、多分メガネの中にそのカラーの、情報が出てくるような時代が来るんじゃないかなと思います。これは余談ですが、ぜひスポイトツール、使ってみてください。今回の動画も良ければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。